皆さんこんにちは。私の YouTube チャンネルへようこそ。皆さんが元気でいらっしゃることを願っています。ジミンとソフィア・カーソンは、BTS メンバーの最新アルバムミューズに収録されている曲、リバースとスローダンスのライブパフォーマンスでファンを驚かせ、それ以来ファンは二人の相性の良さに驚かされています。BTS アーミーは、X、旧ツイッター、Twitter でパフォーマンスの一部を投稿しましまた彼らは28歳のジミンと31歳のカーソンのライブ演奏に感銘を受け2人の歌手を応援しましたジミンがソフィア・カーソンに微笑んでいるのが頬からわかりますとアルファンはソーシャルメディアプラットフォームで主張しましたその動画はダイナマイトのボーカリストの背中とカーソンがカメラに向かって自分のパートを歌っている横からのポーズを撮った映像です ジミンの目つきは、なんて素晴らしいのでしょうと、二人目のファンはうっとりしました。彼はちょっとイチャついてたね、大好き、紫のハートの絵文字、と別のファンがコメント。そう、彼女の声はジミンと曲の雰囲気にとてもよく合っていると四人目のファンがデュエットを絶賛。ライブでも彼女はすごく綺麗だし、二人の相性は本当にいい。ファンは歌手の動画を編集したり、 パフォーマンス中ずっと二人が笑顔を交わしていたことに大喜び。皆さん、今日の動画は以上です。ご覧いただきありがとうございました。どう思いましたかコメント欄に書いてください。次の動画でお会いしましょう。お体に気をつけて、さようなら。